スポーツ界のビッグイベントであるオリンピック。4年に一度開催される世界的なスポーツの祭典です。新型コロナウイルスの影響がなければ2020年の東京オリンピックでは多くのメダリストが誕生していたことでしょう。東京オリンピックが開催されるのか分かりませんが、今回は東京オリンピックで活躍が期待できる選手をランキング形式で紹介していきます。東京オリンピックでは多くの日本人選手の活躍が期待されているね。多くのメダリストが誕生してほしいわ。ランキングは過去の大会の成績などから独自に作成しているので、参考程度に留めてほしい。それではランキングを始めていきましょう。第10位は水谷隼選手です。水谷選手は静岡県磐田市生まれのプロ卓球選手です。卓球以外に俳優、作家など様々な活動を行っています。 ITTF 世界ランキング最高位は男子シングルス4位、混合ダブルス2位、チームランキング2位にランクされた経歴を持ちます。男子卓球のエースとしてメダル獲得に期待がかかりますね。水谷選手は卓球以外にも俳優や作家として活動しているんだね。水谷選手が出演していた映画はニックスという映画だね。卓球界のエースとして東京オリンピックでも活躍に期待したいな。第9位は村上茉愛選手です。笑顔がとびっきり可愛い村上選手は前回の東京五輪での団体総合銅メダル以来56年ぶりの表彰台という目標達成へ期待のかかるエースです。村上選手が体操で一躍エースとなったのは2018年世界選手権で個人総合銀メダルを獲得した時からです。しかし代表選考会を兼ねた NHK 杯を腰痛のため棄権していますが、2020年の全日本選手権では2年ぶりに個人総合優勝を果たしています。東京五輪ではエースとして活躍してほしいですね。村上選手は元子役をしていたんだね。子役時代は TBS 系列のドラマに多数出演しているぞ。村上選手はゴムマリ娘の愛称で有名だね。第8位は瀬戸大也選手です。瀬戸選手は日本の競泳選手です。2020年9月末まで全日本空輸に所属していましたが、不倫報道により契約を解除されています。現在はチームダイヤに所属し活動しています。瀬戸選手はリオデジャネイロオリンピック男子 400m 個人メドレーで銅メダルを獲得し、2013年世界水泳選手権の 400m 個人メドレーでは日本人初となる優勝も果たしています。さらに2015年の世界水泳選手権においても連覇を果たしており、東京オリンピックでも活躍が期待されています。萩野公介選手とは幼い頃からライバルだったみたいだね。瀬戸選手が萩野選手を初めて破ったのは中学生の頃だと言われているぞ。水泳以外でも歌手のサスケが歌うエールソングのミュージックビデオに出演していたね。第7位は橋岡優輝選手です。橋岡選手は埼玉県浦和市出身の陸上競技選手です。橋岡選手は跳躍競技を専門に活躍しています。走り幅跳びの世界ジュニア陸上競技選手権大会、アジア陸上競技選手権大会、ユニバーシアード大会で金メダルを獲得。走り幅跳びでは日本歴代2位となる8メートル32を記録しています。橋岡選手は両親も陸上で活躍していたから陸上のサラブレッドだね。お母さんは走り幅跳びと三段跳びと100メートルハードルの元中学記録保持者よ。陸上界のサラブレッドとして東京五輪でも活躍してほしいな。第6位は見延和靖選手です。見延選手は福井県越前市出身のフェンシング選手です。種目はエペです。武生商業高等学校を経て
法政大学を卒業後はネクサスに所属。全個人種目を通じて日本選手として初めて年間ランキングで世界1位を獲得し、東京五輪では個人団体での活躍が期待されています。美濃部選手は最初からフェンシングをしていたわけじゃないよね。最初はバレーボールをしていたけど、高校から本格的にフェンシングを始めるんだ。日本のフェンシング界のエースとして頑張ってほしいね。第5位は桃田健斗選手です。香川県水戸郡美濃町出身のバドミントン選手です。2013年より NTT 東日本に所属。 BWF 世界ランキング最高位は1位を記録し、2014年トマス杯金メダリスト、2015年に BWF スーパーシリーズ男子シングルスで日本人初優勝を達成しています。名前の由来はアメリカのコミックスーパーマンの主人公クラーク・ケントで、世界で一番強い人になるようにと名付けられたそうだよ。名前の通り日本バドミントン界のエースでメダル獲得が期待されている人物だな。一時は大変な時期もあったけど、五輪での活躍に期待したいね。第4位は清水希容選手です。清水選手は大阪府出身の空手家です。ウィキハウスに所属しています。女子形個人戦で2014-2016年世界空手道選手権大会で優勝。全日本空手道選手権大会では2013年から2019年まで7連覇を達成しています。キレのある型で何度も世界を制した空手家だね。全日本空手道選手権大会では7連覇の偉業を達成している人物だ。7連覇すごすぎるよ。東京オリンピックでは絶対にメダルを獲得してほしいね。第3位は大坂なおみ選手です。2018年全米オープンでシングルス日本人選手初の4大大会制覇を成し遂げています。2019年全豪オープン優勝、アジア勢初の世界ランキング1位に輝き、2021年全豪オープンで4大大会4回目の優勝を果たしました。現在の世界ランキングは第2位です。東京オリンピックでは日本国籍として活躍することが期待される大坂選手を応援していきたいですね。大坂なおみ選手の父親はハイチ共和国ポルトープランス出身だね。22歳の時に日本国籍を選択したことも有名な話だな。アメリカの経済誌フォーブスの2020年の発表によると、年収は世界の女子スポーツ選手として史上最高の3740万ドルだね。3740万ドル、すごすぎる。第2位は阿部一二三選手です。阿部選手は兵庫県神戸市出身の柔道家です。阿部選手は背負い投げ、袖釣り込み腰を得意技としています。現在はパーク24に所属。2020年グランドスラムデュッセルドルフにて優勝し、2021年グランドスラムアンタルヤも優勝しています。現在、阿部選手の世界ランキングは第3位で、東京オリンピックではメダル獲得が期待されています。小学校3年の時に同学年の女子選手鍋倉奈美選手に投げられて負けたのが悔しくて、消防士の父親と本格的なトレーニングに取り組むようになった話は有名だね。ひふみという名前は一歩一歩進んでいってほしいという両親の思いから名付けられたそうだ。阿部選手は鍋倉選手には一度も勝てなかったけど、彼女のおかげで成長できたと語っていたね。東京五輪では妹の阿部詩選手と同時に金メダル獲得が期待されているぞ。兄弟二人がメダルを獲得した姿を見てみたいね。第1位は大野将平選手です。2016年リオデジャネイロオリンピックの金メダル獲得が決定した決勝戦でも、感情を抑えた美しい礼で畳を降りた
大野将平選手の姿は世界中に感銘を与えました。金メダル獲得後は1年半のブランコを経て復帰し、筋力アップでさらに力をつけており、2018年グランドスラム大阪73キロ級で優勝、2019年の世界柔道選手権東京大会73キロ級でも優勝しています。得意の内股や大外刈りで一本を取りに行く柔道スタイルでオリンピック連覇に期待が持たれます。大野選手は小学校卒業後は行動学者の所属になるけど、入学当初はそこまで注目された存在ではなかったそうだね。大野選手が一気に注目を集めることになったのは大学生になってからなんだ。リオ五輪でもメダルを獲得しているし、東京五輪でも絶対にメダルを獲得してほしいね。さてと、ランキングは以上だが、どの選手も東京五輪で活躍してほしいな。開催はできるのかな。現在のところ開催の方向性ではあるようだが、今後の状況次第では中止になることもあるだろうな。それでも選手たちは必死に練習を重ねているぞ。そんな選手たちを応援してあげることが俺たちにできることだな。いかがでしたでしょうか。東京オリンピックは新型コロナウイルスの影響で開催が延期されました。しかし選手たちは毎日練習に汗を流しています。選手たちの努力が実を結び、大きな感動を与えることがオリンピックの魅力ではないでしょうか。日本代表の選手たちには頑張ってほしいものですね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またの動画でお会いしましょう。